おはようございます。ナチベジウィル敦子です。今日も第三補助に来ております。昨日、太陽熱消毒のための、透明マルチを剥がしました。で、今日はここにいよいよ虹の種をまいていこうと思います。で、今日まきますのはこちらですね。黒田五寸人参です。で、こちら固定種でして、で毎年ね、当農園でも種をつないでおります。で、たくさん種を取ったものがありますので、こちらを今日は撒いていきます。この寒気の時期に好光性の種を撒くっていうことはかなりリスクがある。好光性の種っていうのはこう発芽するのに光が必要で、覆道をね深くかけすぎてしまうと芽が出てこないんですね。皆さんね、遮光ネットですとか、藁とかそういうものをね引いて、種をまいています。それから人参の種もそうなんですけれども、点巻きじゃなくて筋巻きをしていきます。間引きというのがあまりこう好きじゃなくて、いろいろなんでこう密に巻かなければいけないのかっていうのを調べたんですけれども、どうもね種同士が協力し合って芽を出すみたいなんですね。こう芽を出す係の人と、みんなが芽を出すにあたってこう栄養になっていく種と、そういう役割があるみたいなんですね。それで密に巻いていくようです。植物の世界もいろいろと役割分担があるようで、協力し合って育っていく植物なようです。今日は、90センチのマルチを使って、だいたいベッド幅65ぐらいあるんですけれども、そこに、3畳巻きしていきます。上間はだいたい15センチで筋巻きをしていきます。畝の長さだいたい12メートルぐらいです。はい、じゃあね、早速やっていこうと思います。今こんな天気いいんですけど、本当に昼から雨降るんですかね。ちょっと信じらんないんですけど、まずは種の紹介です。市販の種と自分たちで、種取りをした種とどこが違うのかなっていう違いをまずお見せしようと思います。人参の種はとてもよくできていまして、自家採取した種ですと、こんな形状してます。種に細かい毛がね生えてるんですね。で、この毛はねどうしてついてるのかなっていうと、少しの水分でもねキャッチして自分の周りにまとわりつくようにして、なるべくね自分で発芽率を上げる努力をしています。一方ですね、購入種なんですけども、発種機なんかを使う時にね、どうしても毛があると引っかかっちゃうんですね。で、うまく発種機から起こってこないっていうことが起こってしまいますので、毛をね取っちゃってあります。今日は自家採取の種を発種を行っていきます。はい、それで発種していきます。
8種終了しました。そしたら今度は、鎮圧をしていきます。腹動はしません。で、鎮圧の方法なんですけれども、足で踏んでいきます。そうすることによって確実に地面と接しますので、よりね発芽率が高まります。どういうことかっていうと、雨なんかが降ったりですとか、梅雨、夜梅雨が降りて土が湿った時にその水分が種の方に回りやすくなります。はい、それではやっていきます。5寸人参の8種第1弾終了いたしました。